父、母、今日は五条先生が来た。はじめまして、僕は呪術高専1年担任の五条悟だよ。今日は特別に呪術廻戦の世界からスパイファミリーの世界に遊びに来たよ。五条先生、はじめまして。私はヨラと言います。今日はわざわざお越しいただきありがとうございます。ゆっくりしていってくださいね。私はロイドです。実は私、呪術廻戦の大ファンなんです。こうして五条先生にお会いできてすごく光栄です。ロイドさん、ヨルさん、よろしくね。僕もスパイファミリーは大好きで毎週見ているよ。お互い漫画もアニメもまだまだ続いていくし、一緒に頑張っていこうね。そうですね、これからも一緒に頑張っていきましょう。私も五条先生の活躍楽しみにしていますね。ありがとうね、ヨルさん。じゃあ僕は今日はこれで失礼しようかな。これからもよろしくね。五条先生、今日はありがとうございました。ぜひまたいつでも遊びに来てくださいね。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。